30回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝からもう本当に暑くてですね、今もちょっと街歩きセンターなんかも少しエアコン入れて、放送しております。さてですね、今日のゲストをご紹介いたします。真っ白町の豊坂にお住まいのですね、合同圭介さんと奥様の陽子さんです。よろしくお願いいたよろししくお願いしまます。す。ですね、今日のお話はですね、豊坂小学校で、蚕の飼育の方法を体験させたりですね、伝承させているということで、合同さんに来ていただいたんですけれども、そうですね、現在のですね、豊坂小学校をちょっと見ていただきますね。ですね、松代の水上山のですね、ちょうど南側に、位置しているんですけれども、そちらの方に、お住まいになっております。豊坂小学校ですね、現在はですね、生徒数がね、70名だということで、この間あれですね、小学校の校長先生、中村玲子先生っていう女性の方ですけども、一度お話をちょろっと聞いてきました。で、概要をちょっと印刷していただいて、こういう形だということでね、見せに、み、あの、き、行ってき、きたですね。それでですね、そうですね、合同さんがこの、豊坂小学校に蚕を、ですかね、蚕の飼い方ですとか、そういったものを教えるっていうきっかけっていうのは、どういったあれですかね。いや、保育園も小学校もそうだが、児童に 介護をなんだ、もう飼育を見せたいということで、学校の方からお願いがございまして、それではじゃあご協力申し上げるということで始めたわけです。そうですか。いつ頃からなんですか。それから15年ぐらいになるかな。そんなにあれですか。だその当時ってあれですかね、お蚕さんって、私らもね、言ってはいたんですけど、結構あれですかね、その時でも少なかったんですか、その農家って。予算かはだいぶ減っちゃって、村の中にも何軒もなくなっちゃったですな。そうですか。現状ではあれですね、後藤さんとこだけっていう話はちらっと聞いた現んで在すけど。北新地域でもうちだけで、なんとか頑張ってやってるんです。北新地区で すごいですね。ちなみにあれですかね、奥さんもその一緒にやってられるんですけどね、どうですか、そういう 一緒というか、もう本当にちょっとだから、小さい時はね、小さいとか、来たばっかりは一人で間に合うから、その他は大きくなれば多少、ほとんど一人でやっておやっりてまらっす。しゃる。上族の時は大変だからね、みんなでやりますけども。これ後藤さんがこの農業に携わったっていうのはいつ頃からなんですか？昔は以来高校も行かねえ、中学からなんだ卒業したら百姓跡取りだからやれと言われて、それからずっと65年も専業農家でやってきたんです。すごいね、でもね。だから結構あれですね、専業農家だから一年中って大変ですよね。そう何ですな。を作ったりしてたんですか？なんだ、予算盛んにやった時は、春、夏、秋と3回買って、9月からはえのきだけえのやっきて、も。昭和50年、51年頃はえのきもだいぶ根よくて、こんな100グラムぐらいでも手取り100円ぐらいになったことあるけどな、今は300グラムでな、70円で七80円。十。その時だけど、どうですかね、奥さん、結婚された時にも結局、あれですよね、お百姓さんやってるとこへ来たっていうことになるんですよね。来た時どうです？来た時専は業農ね、家だっていうの。乳牛のもうやってるなんて知らないで来たらね、こう庭へ来て見ても見えないし、やってないんだなと思って、それでいざ来てみたら、うちの見えない方にね、牛舎があって、これは大変だなと思そうですか。その後も結局ずっと今言ってたのに、キノコ、養蚕やって、えのきやって、それから何ですか、
あとやったら牛もやったとかって。いえ、それはその乳牛な。あ、乳牛ね。じゃあ乳搾りもやったってこと。そうそうそう。はい、すごいね。まあ乳搾りやってる時、うん、俺しなんだ中小の方に旅行に行っちゃって、うん、帰ってきたら牛が病気になっちゃって。あ、そうですか。乳を絞れるから手で絞ったの。絞ったけど、あ、そっかそっか、絞ってて、ね、綺麗に絞れないから、うん、慣れないから。ああ、そういうことか。乳房炎ってかなっちゃってね。あ、なるほどなるほど、うん。何頭ぐらい飼ってたんですか。2頭でしょ。3頭ぐらい飼ってた。3頭いたから。絞るのは2頭だけどな。ああ、なるほどね。あとはな、豚もやったとかなんとかって言って。ああ、 豚の子取りもやった子あるし、もう時代の先端を行っちゃうんだね。、うん、でもあれですね、そういうそのまあいろいろこの先端をやるって言うと、うんと勉強しなきゃいけないじゃない。まあそうですな、うん、まあ物好きですぐ飛びついた。そうですか。だけどもそれだけやっててもやっぱりあれだね、あの後でやるよりは先にやった方が、うん、あの苦労はあるけどお金にはなるっていうのはね。まあじいちゃんばあちゃんもね元気でいてくれたからね、うん、あ、そういうことね、いろいろ支えてもらってやったりして、ね、まあ農機具屋なんかも一人先買うの好きでさ、あの入り口なんかやってうち出かけるとあっちもこっちも頼まれて ちっとも蹴ってこられて。ああ、そういうことね。まあだけど一軒一軒買うよりはやっぱりお願いしちゃった方が早いもん ね。結構いいお金かかるからね。あ、専業農家だからまあそういうことができるんでしょうけどね。人に頼まれや嫌だって言えないそうだから困っちゃ う。あとあの今さっき言ってましたけど養蚕で、あの奥さんの方もあれですね、結構あのいろいろと優秀なことをやっておられて、これでもって何長野県養養蚕婦人体験発表会っていうのがあって、はい、でその後全国大会行った。はい、はい、これはどういうあれですか。その来たばっかりは家の中でね、うん、飼って大変だったから、うん、体にも苦労だしね、うん、それでまあ畑のこうまとまったとこへパイプハウスって当ててね、あ、はいはい、現地飼育ってことで発表したんです、はい、そして今まではそうだ自宅でやってた。そうそれを今度はだからだいぶ楽になってね、現地だとね、楽だから。あ、じゃあ桑畑の近くっていう形で、の真ん中へ発表してね、あ、それの体験を発表したって。そうそう、で一応優秀のあれっていうことで表彰されたってことですかね、はいはい、そうですね、これがそうですね、表彰、はい、これが、60年の2月っていうことですよね、はい、でその後あのあれですね、こういう形でね表彰されました。であとこれがやっぱり奥さんも一緒にやってということで、豊沢小学校のこういったところにもやって、これ新聞なんですが、2万匹の蚕に完成なんていう形でね、子供さんとみんなやったんですね、はい、要は見させたっていうんですか最初は。そう、どういう 見させたり、はい、あの生徒にそれぞれ最初は20匹ぐらいずつ分けてやって、うん、自分でもまた飼ってみたり。ああ、なるほどね、うん、その子供たちも最初こう嫌がってかね、怖がって触れなかったけど、うん、その人に慣れたらね、うん、もうすごく喜んじゃってね、うんうん、なるほどね、かわいいかわいいって。まあこれもあれですね、これがね、豊坂小学校3年生のあれですね、24年の6月で青空っていうので蚕、はい、をもらいましたみたいな形のあれでね、これやっぱ合同さんのところからもらったあれですね。そうですな、うん、でまあこういったあのこれがあのあれですね、蚕の棚、昔は棚っていうけど、ここ今はなんておっしゃる、飼育台、飼育材、はいはい、飼育台か、はい、っていう形でねやってますね。であとあれですね、こういうあの今豊坂小学校さんへ行ってもらってきたんですけど、パワーポイントのものをですねちらっとやりますけれど、蚕の活動みたいな形で、これまあ子どもさんが、見学に来る途中ですね。あ、来る途中ですね、はい、でこれが飼育棚っていうんですか、そうですね、飼育台のところ、飼育台、ね、あ、飼育台でね、はい、来たばっかに触れなかったの、うん、9時ごろ来て、うん、まあ、10時ごろになったらみんな
全員が触れるようになりました。触れるようになりました。はいはい、あ、こうやってみんな触ってます、ね、手の上乗せたりな、はい、楽しんで、はいはい、あ、こういう形でね、結構後ろにもこれ何匹ぐらいあれなんですか。餌が 10g だから2万匹ってことですね。あ、はあ、あ、こうやってやっと手触れるように、触れるようになって、うん、喜んで。なるほどね。これはこんな胸にやったりつけたり、まあこういう子供ってあれですかね、多少こうやって慣れれば大丈夫なんか ね、 そうですね。これは何やってるんですか、分けて、あれですか、子供に分けてやるところですな。持っていくってことなんですか。学校へ持ってって飼育するのに分けて持ってくる。これはだけどどのくらい経ったら あれになるんですか、これ繭になるの。あの5年に入って4日か5日頃だから、うん、4、5日買えば。あ、そうなんですか。今これ今持ってってからどのくらいですか、買うの。もどれ、これ今、ああ持ってって4、5日買って、持ってって4、5日、はあ、あ、結構早いですね、はあ、そうすると。あ、その代わり一生懸命クワ食べなきゃいけないと。そうそう、さてこれは何でしょうか。あの、なんだ、これになって、まあ、一応養蚕家では仕切ってきたってことで、あの、透き通った蚕になると今度はこれ、なんだ、回転のところに糸入って順に巣作りするんですな。自分のね、あ、これがちょっとできたやつですね、きれいにできたということで、はい、で、これがさなぎですね。ですな、これはあれですね、昔は食べたですね。そうですな。今でもお店で少し売ってるのがありますね。売ってるしな、はい、ああ鯉の餌にもなってるんですね。これがさなぎ出た後ですね。出た後ですか、はい。これが孵化して交尾してるとこかな、うん、はあ、でこれがするとこういう形で小さい、そうですね、今度は卵を産むということですね。見つけて、はい、はい、でその後これがなくなっちゃうんですね。あの腸が膨れてるとこはこれなくなったとこですな。そうですね、はい、で色が変わってますよね、さっき白いのから色が、うん、ですな、ね、はい、これからだん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 あの成長してくることになるんですね。そうですな。まあこれ先ほどのちょっと順番違っちゃったけど、娘さんたちっていうかね、子供が一応、うん、あの上属するようにあの穴の中へ蚕をきっと入れてると思うんだ、ね、そうですね、はい、でまあこういう綺麗な蚕ができましたっていう形ですね、はい、でできたところにこういうお遊びじゃないですけども人形を作ったりとか、はい、ね、こういった飼うばかりじゃなくて、使うっていう形ですね。これ完成品でこういう形のあれもできますよっていう形ですね、はい、はい、こういう形になります。で実際にですね、蚕のこれ繭なんですが、これもちょっと合同さんの方からやっていただいたんですけど、これまあ実際に、まあ、あの町歩きセンターで、ちょっと販売もしておりますけれども、アトピーのところでもいいって言うんだよね。これなんかどうすればいいって言うんですか。お湯の中入れて、うん、柔らかくして指にはめて顔を塗る、はい、皮膚へ、ね、うんうん、お肌がすべ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 、あ、じゃあ逆に言ったらこれボーンってお湯の中入れてザブッと入るとスベスベになるか。いいんじゃないかしらねそういう可能性ありますかね、はい、はい。あとそうですね、まあ今今年もずっと今までやってこられたんですよね、こういったその飼育に関しては。そうですな、ずっとやってきたんだけど、うん、あのあれですかね、今年も一応やるっていう形で、なんか足なんか昨年なんか具合悪くてっていうことで、はあ、一時休止って思ったけども、で今年あの足の具合で悪ければ休止しろと思って、ええ、たら去年真っ白病院で11月手術したら年前に退院できて、ええ、全然痛みがなくなって、うん、また今年も復活、はあ、復活ってことで、学校から声かかった、学校からぜひぜひって声かかって、ああそうですやめるかと思ってまた続けて。ちなみにお年何歳でしたっけ。いや、お年は、うん、当年まあ80歳と6ヶ月、うん、はい、奥さんの方は74歳かな。あ、はい、まああと今年も一生懸命頑張ってやるけども、あのなんか今後の希望っていうか何かあったらお話しください、ご主人さんの。はい、まあ健康でいる限りはまあ、はい、
学校からもお願いされるし、ええ、まあ、続けたいと思っているんですが、はい、ああそんなも年は年だから何年もつかまあ無理はないよね、リハビリだと思ってね、うん、無理しないでね、うん、やってもらわなくちゃ、うん、まあ二人三脚でやらなきゃいけない、そうしたのはどうですか。そうそう、うん、頑張ります。そうですか、はい、わかりました、はい、まあ、一つね伝承できるような形で、はいはい、やっていただければいいかなと、まあ、無理のないように、はい、お願いできればと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、どうも。いや皆さん、はい、ご苦労でした。ああどうもありがとうございました。いや珍しい、珍しいね。いや私たちね子供の頃はね介護、うん、いっぱい見たんだけど、ね、そうだな、なんかね何十年ぶりで見ました、うんうん、いやなんか懐かしかった。懐かしい、ね、懐かしかった、うん、いやもう北新でしか一人しかいないっていうからさ、懐かしかったですよ。貴重な人ですよ。愛おしかったよああいうこと言うんだ、愛おしい、ね、はいはい、ということでお知らせも、はいはいはい、来月で国会が、はい、6月ね18日はい、はい、あのね、まちづくり研究会、うん、ここで伝承館の方でやるんですけど、はい、今回はね、旧松代駅の活用を考えましょうと、住民自治協議会で、アンケートを取ったら、うん、70だか 80% の方が残すべきじゃないのっていうような話でね、話してるんで、まあ、いろんな方の話をね、また、やって、いろいろ活用できればいいかなっていうふうに思いますんで、ぜひ、18日の日ね、7時から。9時までやりますのでぜひお出かけくださいね。はい、はい、続いてですね、はい、大室古墳の、ね、見学会っていうのをやります、うん、これがね6月20日の日、大室古墳群のところね、結構あれはあそこ500基ぐらいあるっていうんです。すごい。その中で私も行ったことあるけども、そうでしょう、すごい公園、うん、素晴らしい、綺麗ですよ、うん、で、いいとこですよ。教育委員会の文化財課でね、うん、埋蔵文化財センターの方にちょっとご案内していただくっていう形で、はい、参加いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ということで来週の予定は、はい、来週、はい、来週はね、はい、松代小学校160周年記念事業ということで、ええ、パーソナリティの伊藤さん見えてるんでちょっと、はいはい、説明していただいて、どうぞ。あ、置いてください。はい、どうぞ、はい、これちょっと申し訳ない、はい、どうぞ説明中、はい、来週6月8日なんですけど、はい、松代小学校があの文部科学校から数えて160周年になるんですけども、はい、その記念事業ということで、はい、今実行委員会立ち上げて、はい、それぞれあの委員長副委員長さん頑張っていらっしゃいます、はい、そのとあの方々ご説明いただいて、はい、どんなものをやられるのかということで、お聞きしたいと思います。そうですか、わかりました、はい、それではいろいろお話をね、そうですか、じゃあ真田の終わった頃からのことをお話しいただけるんですね。いろいろあると思います。はい、わかりました。それでは来週のしゃべくり松をどうぞお楽しみに。お楽しみに。どうぞどうぞ。